平和ボケしすぎて国産ワクチンも作れない、国衰えるとか。新型コロナウイルス対策について今のところワクチンを輸入に頼らざるを得ない日本を危機管理の弱点ありと憂う。やっと EU からコロナワクチンが輸入されたが5月末までは医療従事者優先にとどまる。東京五輪開催2ヶ月前でも、高齢者以外の接種は始まってもいないのではないか。複数の国内メーカーが開発を進めているものの、実用化にはまだ時間がかかる。科学技術立国を標榜する日本が、なぜこれほど遅れを取ったのか。ワクチン開発には巨額の費用が必要である。年間数千億円もの研究開発費を使う米大手製薬会社には国内メーカーはとても太刀打ちできない。日本の場合、過去の薬害訴訟の影響から承認まで慎重に時間経過を要する仕組みになっているという。理由はあれ、もどかしい。夕刊フジの連載コラムに作家の伊沢元彦の指摘があった。日本は細菌戦を想定していないと書く。米国やロシア、中国などでは、未知のウイルスによって国民が危機にさらされる事態を想定して、常日頃からワクチンの大量生産の準備をしているという。自国で生産しないが、他国に先駆けてワクチンを確保したイスラエルのような国もある。ただ日本も、生物、化学兵器による攻撃を想定していないわけではない。平成7年の地下鉄サリン事件では、陸上自衛隊化学部隊の活躍が記憶に新しい。自衛隊がサリン研究を行っていなかったら、さらに多くの命が失われていたはずだ。思慮深く周到に研究開発をしていると思う。その一方、軍事につながる研究は全て禁止とする日本学術会議の主張がまかり通ってきた。彼らの言い分は、憲法は戦争に関わる武力を持たない。非武装平和が金看板で、米ソ冷戦時代をぬくぬく米国の核の傘の下、何食わぬ顔で平和、平和と言い募ってきた。進歩派文化人やマスコミは今も綺麗事を唱え続けたい。そんな軽薄日本にガツンと鉄槌が下された。日の丸ワクチン開発が遅れた背景には、安全保障に対する意識の低さ、平和ボケがあるのは間違いない。お聞きいただき感謝申し上げます。